言うのよ。この顔好きって言ったろ。ええ、だから小さくて可愛いその顔が欲しかったのよ。女神オスタラに子宝を授けてもらいに行くわ。異教の岩に魔法なんてない。いるのは狼だけだ。でかくて牙のついた。岩まで行くわ。止めようったって無駄だからね。ヤホポリチェオトラガネ。喧嘩の原因は夫の勇気が怯えた山根と変わらないことよ。子供が欲しいだけなのに。それは手を貸せそうにないな。大いなる力を秘めた岩があるの。一晩そこで過ごした女性はみんな子を宿して帰ってくるんですって。岩のか。岩の持つ子宝の力によってよ。この目で確かめないと。護衛をお願いしてもいいかしら。知り合いの女性はみんな岩で子を授かって帰ってきた。まさに奇跡よ。キリスト教のものではないな。伝承ではね、春の女神オスタラはそこで鳥を野ウサギに変えたんだそうよ。そしてウサギは祭り用に色付きの卵を産んだの。すごい魔法が宿ってるそうよ。鳥がウサギになり、ウサギが卵を産む。ノースにも奇妙な話はあるが。着いたわ。ここが神聖な場所なのね。女神オスタラ様、私に祝福をお授けください。どうしても子供が欲しいのです。どうかお願いします。オスタラ様は神聖な儀式の力で願いを叶えます。二人とも望みは女神による救済ですか。彼女は子宝の岩の力を得るために来た。お任せ。皆さん満足されます。どんなに時間がかかっても構いません。それにどんなことでもあなたに従いましょう。多くの女たちが最も強い欲望を叶えてきた。女神の力だ。